アメリカ合衆国シークレットサービス。アメリカ合衆国シークレットサービス。アメリカ合衆国シークレットサービス。ユススは、主にアメリカ合衆国大統領の警護を行う執行機関。もともとは、南北戦争時に偽造通貨の横行に対しての防御用、捜査機関として創設された、アメリカ合衆国として最初の国内諜報機関で、後の財務省の帰化となる。 その後連邦捜査局、FBI アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局、アッテフ、入国税関管理局、IS、内国再入庁、IRS 等へ、警察機構の任務は移行されていったが、財務省参加に、貨幣の取締りとともに、伝統的に、大統領警護の業務も置かれていた、2001年まで。2001年のアメリカ同時多発テロ事件の影響で、 国土安全保障省 DHS が設置され、シークレットサービスも財務省から同省へと移管された。シークレットサービスは、特別捜査官、スペシャルエージェント3200人、制服部隊、ウナフォームドディビジョン1300人、技術、管理部門2000人からなる6000人以上の職員を抱えている。このうち1922年にとして設立され、 1930年のシークレットサービスへの完全統合で誕生した制服部隊はホワイトハウス一帯、副大統領官邸財務省ホワイトハウスの敷地内の部署ワシトン DC 内の在外交換の安全を担っており以下の部隊が存在するシークレットサービスの任務として広く知られているものはの警護、警備であるちなみに 彼らの内現職政府大統領及び、次期政府大統領以外は、警護を拒否することもできる。合衆国大統領とその家族が旅行する際には、地元警察、アメリカ国内なら、訪問先の州警察、日本外遊事なら、訪問先の都道府県にかかわらず警視庁警備部、及び軍と協力して、エアフォースワンやマリンワン等の内部、また大統領専用車両から警護を行う。 シークレットサービスの大統領護衛部門の仕事は、シフト制であり、2週間単位で、中勤、深夜勤、夜勤が入れ替わる。これが終わると2週間のトレーニング期間に入り、トレーニング期間が終了すればまた仕事に戻る形となっている。敬語中は、食事を取ることも、雨の中で傘を差すこともできないなど、肉体的に過酷であり、大体は4、5年で限界が来るとされる。 しかしながら、シークレットサービス設立時の本来の任務は、偽造通貨などの取り締まり、様々な不正経理犯罪、個人情報窃盗の捜査、地域犯罪における科学捜査情報の提供である。これらの任務では、政府こ切って、トラベラーズチェックのような通貨投下物の偽造、いわゆるナイジェリアの手紙として、有名なナイジェリア警報第419条に定職するような詐欺、 クレジットカード詐欺の調査を行う。また、連邦コンピュータ犯罪法に対する司法権も有している。シークレットサービスは合衆国全域に15の電子犯罪特別対策部隊を設立している。ここでは、技術的な犯罪を防止するためにシークレットサービス、連邦、地方警察、民間部門、学術部門との協力関係が構築されている。 シークレットサービスの捜査官と職員には、合衆国法典第18編2部203章3056条により、以下の権限が認められている。シークレットサービスの私服部隊は、TPO に応じた服を着用する。これは、多くの場合、控えめなビジネススーツを意味する。しかしながら、前述のように TPO に応じた服を着用する、ことから、 彼らの衣服はタキシードからジーンズ、スポーツウェアまで多岐にわたるようである。例えば大統領がパーティーに出席するにはタキシード、大統領が乗馬やジョギング、ゴルフなどのスポーツを楽しむ際にはジーンズやスポーツウェアを着ている警護官を写真や映像などで確認することができる。また写真や映像などでも多く確認されるように任務中は 無線のアコースティックチューブ、透明シリコンのコイル型イヤホンを着用していることが多いほか、外での警護任務の際などには状況に応じてサングラスを着用する。制服部隊についてはホワイトハウス警護官向けに儀礼服が用意されている。この儀礼服に関しては通常の警察官の制服とほぼ同様のものとなっている。また、専門的な作業。 任務にあたる職員には専用の衣服が用意されている。調査官のためには専用の作業服がカウンタースナイパーホワイトハウス屋上から狙撃銃と双眼鏡を手に24時間外監視に当たっているのためには作業服、識別ベストが用意されている。二千九年の時点で特別捜査官と制服部隊の警護官がシグサウアー p 二十九の 357シグダン使用、および FN5 セベを傾向している。また、特別捜査官に関しては、レミントン M870 回 NP90、H&KMP5 などの近接戦闘用武器の訓練も積んでいる。1981年に起こった、レーガン大統領暗殺未遂事件の際に、警護官が意味ウージーを隠し持っていることが明らかになり、 そこから彼らがサブマシンガンを携帯していることが知られるようになった。シークレットサービスの新人職員は全員犯罪捜査官訓練プログラム、クリミナルインベスティゲイタートレーニングプログラム課のジョージア州グリンコの連邦法執行訓練センターで法運用、重火器礎法、防御戦術、報告書の書き方等の基礎的な警察技術についての 訓練を11週間受ける。その後、彼らはワシントン DC に戻り、郊外のシークレットサービス訓練学校で17週間に及ぶ追加的な訓練を積む。ここでは、偽札やクレジットカード詐欺の見破り方、物理的防護の方法、特殊車両運転法など、シークレットサービスの2つの任務である、警護と経済反送査に焦点を当てた訓練を行う。 これらの訓練終了後も、シークレットサービスの職員と捜査官は、現役の間常に、重火器捜法、緊急医療などの訓練を行う。シークレットサービスの捜査官の中でも、警護、警備の任務に就く者は、警護対象に関する、様々な緊急事態シナリオをシミュレーションした訓練に参加する。これらは、シークレットサービス以外の様々な捜査機関。 司法機関等と連携して行われる場合もある。大統領に対する襲撃を防いで死亡したエージェントはホワイトハウス警察隊ホワイトハウスポリスフォースに所属していたレスリー・コッフェルとただ一人である。ホワイトハウスが改築中のためハリー・エストルーマン第33代大統領は通りを隔てたブレアハウスに滞在していた。 1950年11月1日午後2時過ぎ、プエルトリコの国家主義者、クリセリオ・トレソーラとオスカー・コラッツオの二人が、大統領を暗殺する目的で近づき、コッフェルトを含むホワイトハウス警護官3名対して、発砲した。コッフェルト・ワルガーから発射された3発の銃弾を、胸部と腹部に受けながらも応戦し、トレソーラの頭を撃ち抜いて射殺している。 コラッツオは負傷する者の,の生き残り、1979年にプエルトリコに戻る前に29年間服役している。シークレットサービスニューヨーク事務所は2001年9月11日の同時多発テロでニューヨーク世界貿易センタービルのノースタワーとサウスタワーと共に崩壊した 7WTC に位置していた。攻撃の直後、ニューヨーク事務所に駐在していた。 特別捜査官と他の職員は真っ先に応急処置の対応を行った。ニューヨーク事務所に配置されていた67人の特別捜査官は、トリアージエリアの設置やタワーからの避難の手助けをすることで、地元消防、警察救助隊の支援を行った。シークレットサービスの職員、マスタースペシャルオフィサーのクレイグ・ミラーが、この救助作中に命を落としている。 2002年8月20日、長官のブライアン・スタフォードは救助活動に参加した、すべての特別捜査官と従業員に対して、ディレクターズバロー賞を授与し、彼らの勇敢さを称えた。2012年4月、コロンビアで開催される、米州首脳会議に向けて事前に派遣されていた、特別警護官と、制服部隊の11名が、宿泊していたカルタヘナのホテルカリブのバーで出会った。 女性11名を実質連れ込んだとして本国に送還された。このうち一部の隊員は連れ込んだ女性が売春婦であることを認めた。2014年9月19日、刃物を持った男が柵を乗り越えてホワイトハウスの敷地内に入り込んだ後、さらに建物内部に上がり込み、大統領居住地区の近くにあって記者会見などが行われる。 イートルームと呼ばれる大広間まで侵入して取り押さえられる事件が発生した。大統領一家は事件数分前にホワイトハウスを離れていて怪我人は出なかった。事件をめぐっては取り押さえられた場所が当初玄関とされていたものが実際には建物の奥深くまで侵入していたことが内部告発で発覚するなど発表が2点3点し、さらに同年9月に オバマ大統領がアトランタを訪問した際には、規律に反して武器を持った前科のある民間警備員と乗り合わせてしまうなど不祥事が続いたことから、ジュリア・ピアソン長官が隕石辞任することとなった。シークレットサービスの事務所の一覧、連邦政府職員の仕事の満足度に関する調査で、シークレットサービスは満足度再開の期間となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。